さあモンスターハンターフェスタ13も中盤、まだまだ盛り上がっていきましょう。ここからのお時間は、前回も好評でした教えて藤岡先生がさらに進化した教えて藤岡先生ハンターライフ講座を行っていきます。皆さんから寄せられた質問にお答えいただくコーナーや、モンハンフェスタ特別編成の金管五重奏モンフェス音楽隊による生ライブもありますので、どうぞお楽しみに。そしてこのステージの司会進行は三浦あさみが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速この方々をお呼びしましょう。藤岡かなめ先生と小島慎太郎助手です。皆さん大きな拍手でお迎えください。こんにちは。こんにちは。はいはい、どうもよろしくお願いします。はい、改めまして藤岡かなめ先生と小島慎太郎助手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ねえ、すごい熱気ですよね。いや、たくさん来ていただいてね。はい、ありがとうございます、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。先生、早速質問いいですか。はい、いいですか。はい、はい、いいぞ。前回までは、はい、モンスター生態講座っていうタイトルだったと思うんですけれども、はいはいはい、今回はタイトルがハンターライフ講座ということで少し違いますよね。あ、そうですね。はい、まあ、今回方では結構キャラクター、いろんなキャラクター出てきたり、はい、まあ、いろんな文化の持った村とかもたくさんあるので、うん、そうですね、ちょっとそういったとこも紹介できたらなと思い、はい、はい、今回はモンスターだけじゃない感じで、はい、進めようと思います。はい、いろいろ教えてください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速ハンターライフ講座を始めていきましょう、はい、ということで椅子に座りながらゆっくり、はい、はい、お話聞きたいと思います。はい、はい、まあ、前回と言いましてももう2年前ですか。2年前ですか。もう結構前だね。そうですね。ちなみに前の教えて藤岡先生聞いたことがあるって人いますか。あ、おー、あ、結構いますね。ありがとうございます。あらあら、ありがとうございます。推し藤マニア推し藤マニアということでしょうね。そんな人いないでしょね、はい、1回目の推し藤がありまして、うん、帰ってきたお習字がありまして、ね、そしてさよならさよならがあり今回さよならをしたのか分かんないですけど、ね、分かんないですね。はい、じゃあそれではまずは何から教えていただけますか。そうですね、今回はですね、はい、まあ、まずはこちらからいきましょうかね。はい、じゃあまずはこっちの方かな。ね、いろいろハンターライフ講座ということで楽しみですね。はい、じゃあ、はい、この映像を見ていただきましょうか。はい、映像から、はい、お願いします。ドズンと、はい、まずは村の方かな、うん、そうですね、はい、今回は殴り村っていう、うん、まあ、皆さん行ったことあるとは、行ってますかね、プレイされてる方は、ね、はい、行ってもらえてると思うんですけど、はい、もうこのね、はい、灼熱の土地にある、うん、はい、こういったね、うん、火山の麓にある村ですね、うんうんうん、で、まあ、このマグマの力とかそういったものを使って、まあ、建造物であったり、まあ、武器とか防具とか、うん、そういったものを加工するのに非常に優れた村となってます。そうですね、うん、もう村人はああいうちょっとちっちゃい、そうですね、力強い感じの、はい、こんなこういうおじさんばっかりで、はい、まあ、こうやって日々働くことに、うんうんうん、はい、まあ、仕事をすることにすごく、まあ、熱心な人たちですね、うん、はい、これ、まあ、ハンターさん普通の、まあ、うん、人って呼ばれるのと、まあ、うん、村長さんとか長老、あれですね、龍、うん、人族とか、はいはい、いろいろいますが、はい、まあ、これもまたちょっと違う。そうですね、これモグラ族って言いまして、モグラ族、はい、まあ、こうやって日の当たらない場所に基本的には生息、まあ、生息で住んでてですね、うん、でこういった場所で、日々こうやって物を作ることに、まあ、精を出している人たちですね。村長とかこうちょっと立派なひげを、そうですね、蓄えてますけど、なんか、まあ、角みたいな勢いで角すごいすごいですね、うん、はい、とか言ったあれひげだったんですね。ひげです、ひげです。あれ村長の証で、はい、採掘、なんだ、発掘研磨工房とかあるじゃないですか、はい、武具研磨工房が、はいはいはい、ちょっと村長モチーフな、うんうん、ほんまですね言われてみれば
スノーではなくあれヒゲだったんです、なんか装飾とかだと思ってました、まあそういうねちょっと、はい、村長の、はい、モチーフしたようなところで、まあ、うん、基本的にはまあ、そういった武器とか防具っていうのを非常に作ってて、はい、まあ、竜人とか、まあ、この世界は基本的に竜人とかがそういう技術をよく持ってるんだけど、うん、まあ、そこから、まあ、伝授されたというか、はい、伝授されてこの特別な環境でそれをどんどん自分たちで、うん、発展させていって、まあ、特殊な防具とかも研磨できるようになったりとか、うん、まあ、独自の技術をどんどん発展させている村ですね。そうそう、はい、相当な技術力誇ってます ね、 ね、はい、船作ったりとかもそうですし、はい、今回そこに飾ってるし、まあ、キャラバンの方が、はい、船作ってほしいっつって、はい、に行って作ってもらったイサナ船とかも、はい、作ってくれる場所ですね、うん、はい、ぜひね、あれもね写真撮ってほしいですね。そうですね、あれ非常に楽しいんで、はい、乗るだけで楽しいんで、うん、さあでですね、モグラ族といえば、はい、まあ、ね、この娘もそうですね、キャラバンメンバー、外せないキャラクターでございますね。はい、はい、出ますか。出ます。はい、いやー、かわいいね、荒野の娘、かっこやの娘、元気っ子。これこの子もモグラ族なんですかね。この子はですね、実はこの子だけ人間なんですよ。そうなんですね、はい、で、まあ、まあ、幼い頃に、この、拾われてですね、うん、で、この村でずっと育てられて、まあ、周りのモグラ族も、もうあんちゃんっていうぐらいこう、うん、ね、みんなに可愛がられてますね。みんなの娘みたいな感じで育てられて、うん、まあ、そんな中で育ってきてるんで、まあ、非常にこの好奇心のある、まあ、なんていうのかな、うん、人間特有のね、この好奇心っていうのが非常に表面に出てる子で、まあ、こういう加工の技術とか、うん、そういったものに非常にこう興味があって、うん、まあ、今回でいうとキャラ加工担当とかにもちょっと今日、教えてくれと、うん、いろんなことがもっと知りたいからって言って、まあ、まあ、キャラバンと合流して、で、いろんなとこに旅させてほしいっていうのを、まあ、村長に言ってね、うん、はい、旅立つと。もう村長号泣してましたからね。可愛い娘をね。可愛い娘をね。いや、可愛い、はい、この子元気があっていいですよね。元気があってね。いいですよね、はい、明るくなりますよね。デコっちゃうと、うん、そうですね、何でもデコっちゃうっていうんで、いい性格してるし、ね、そうですね、まあ、この娘が ね、 一応合流して装飾品作れたりとか、うん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 、つけれるようになったりとかするんで、まあ、そういった特徴の子ですね、はい、はい、という感じでキャラバンのね紹介ですけど、そして、はい、まあ、キャラクターはこんな感じなんですけれども、はい、まあ、今作から新たに加わったちょっとフィールドの方も紹介したいと思いますので、はい、出してもらいましょうか。ペロンと、はい、さあ今回新たに入りました地底洞窟、地底洞窟ですね、はい、まあ、これは、まあ、洞窟って一言で言ってるんですけど、はい、まあ、この名栗村の近辺にある、はい、うん、まあ、フィールドというか地形でして、うん、まあ、いうと火山なんですよ、うん、活火山があって、うん、で、まあ、その火山の、影響というか、まあ、そういったものでこう空洞がどんどんできてまして、はいはいはい、それがこう洞窟のようになってる場所ですね、うん、出てますね、いろんなね、はい、ちょっと雰囲気があるとこですね、うん、です、はい、でここが、まあ、その火山のその活動がちょっと緩やかな時はこういった感じで、うん、洞窟となってて、はい、で逆にこの火山が活性化する時っていうのがあって、はい、その時はむしろ火山、地底火山としてフィールドが変化するという場所です、はいはい、なるほど、出ましたね、ここありますね、地底火山も出ましたね。ってことはこれはエリア的にはもう同じエリア、ね、地域の地域です、ね、ところで、はい、もう火山がこう活性化してるかしてないか、うん、まあ、表情が全く違う、ね、全然違いますよね。そうですね、はい、そうですね、まあ、あのね、ゲームやってると、はい、まあ、1クエスト次のクエストってもうポンポンポンってやってますけど、うん、あの世界ではもう数日とか、ね、結構期間が経ってたりするんですよね、何ヶ月もとか本当はね、っていう周期でこう、うん、活性化したりっていうのを繰り返してる場所で、うん、まあ、そういった活性化する時期に、まあ、出てくるモンスターもね、うん、当然火山が、まあ、そういう暑いところが好きな、はいはい、モンスターもいるので、はい、まあ、そういったものが顔を出してくるといったような場所になります、うん、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、さあでですね、はい、せっかくなので、うん、このフィールドに登場するモンスターの方についても、まあ、いくつか紹介していきたいと思うんですけども、まあ、まずは、まあ、あの地底洞窟だった方からちょっといきたいと思います、うん、まずはこのムービーをご覧ください。はい、まあ、このモンスターもね、結構モンハン4から登場した特殊な
非常にモンスターですね。特徴的なモンスターで、さあ巣のようなものがね、先ほどね活躍できなかった僕の装備ですね、はい、もう巣を見て上見てたら、そうですね、あれみたいな、足がもう部活ですね。そうですね、これはもう彼の視界ですね。そうですね、はい、巣を張り、はい、あえて眉状にして絡め取り、はい、巣の上に上げ、はい、そして、うん、そうですね、怖いわ、はい、このああもうこれ嫌い、あれね、毒食らいますよね、はいはいはい、な感じで、はい、ということでネルスキュラ、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 言えなかったネルスキュラ、はい、これ漢字なんて読むと、え、なんて読みますか、影雲、はい、その通りです、そうですね、そのままですが、逆にそうですよね、はい、これね逆に難しく読めないっていう、そう逆に難しく読めないですよ、ね、雲が読めるか否かっていうだけなんですけどね、そっちか、はい。ということでネルスキュラでございますけど、まあいろいろ特徴的なところがたくさんあるんですけれども、まあ先ほどもちょっとね特徴的なあの糸を吐いてみたいな捕食周りのちょっとね、そうですね、説明とかをしていただければ、させてもらおうかな、はい、このモンスターはですね、まず巣を張って、まあ雲の巣みたいなもんですかな、巣を張って、そこでまあ基本的には待ち伏せをするモンスターでして、で、ああいった形でこうまず巣で絡め取り、糸で絡め取って、はい、で動きを封じたら、まあ、睡眠を打ち、うん、眠らしたりとか、うん、あと毒を打ち込んで弱らせて、うん、で、そのままこう眉状にして、はい、こうぶら下げておくんですよ、うん、そのまま食べないんですよ、はい、ぶら下げておいて、あ、そうなんですね、はい、で、そのまあその獲物の体内にこう消化液を打ち込んで、はい、でこう溶けるまで待つんですよ、中が。で、そうですね。言葉を失ってしまいましたけど。で、とろけてきたらその中を、まあ、食べるとか、はいはい、チューチューすると。ね、はい、まあ、そこでまあ雲にもね実際にもある、はい、そういうね食べ方だったのもいいんですけど。はい、だからフィールド上にね、うん、実際こうプランとぶら下がってるも見たことあります。そう、あれ気になってたんですよ。なんか大きな獲物がこうぶら下がって見たことある人あります、まあ、みんなあるよね。皆さん気づいてます ね、はい、ね、あれあいつですか、あいつですか、やっぱあいつなんですか。なんか尻尾であれ、はい、って思ってたんですけど、あれはゲリオスです。やっぱりゲリオスクラスのやつも捕食しちゃ う、はい、基本的にああいう大きさのものを、まあ、まるっといただいてしまう、まあ、まあ、甲殻、胸郭種、胸郭種、胸郭種っていう種、今回の新しい種なんですけど、はいはい、いや、あれこのあれ胸郭って言うんですよ。で、あの顎というか、そうそうそう、牙ですかね。で、パッと見手とかと間違えてる人もいると思うんですけど、あ、はい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 、あれ普段はここに収まってて、はい、で、ああいう、はい、攻撃するときだけビョッと伸びる。すごい長いですよね、あれ。胸郭っていう部位があって、まあ、その胸郭っていう部位から取って胸郭種と言います。はい、いや、言うてもね、うん、ゲリオスも、うん、そう簡単に負けませんよ、うん、ね、ゲリオス好きだもんね。ゲリオス好き、ゲリオスの味方、思い入れが先行もすりゃね、そうそうそう、まあまあ光って光ったりもするし、うんうん、まあ、飛竜士としては、ね、まあ走り回ってドタバタしてますけど、そ う、 そ う、 そ う、 そう、そう簡単には ね、 ね、捕食もされんと思うんですけど、はい、でもやっぱりね、やっぱ巣でこう絡め取るので、はい、独特の動きはまず封じられて、はい、でもう眠らされ、あ、毒を打ち込まれて、まあ、毒はそもそもねそんなあれかもしれないけど、うん、で眉状にされて、まあ、そのままドロッと、はい、じゃあモンスター落とし穴というか、うん、やっぱり蜘蛛の糸的なもの で、 そうです、ね、ネバネバに動きを取れなくした状態で、はい、さらに眠らせるみたいな、そう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 、で気がつきゃがんじがらみにされている、そうそうそう、でさらに言うと皮かぶっていうの知ってます？皮、はい、1個前のイラストの方見れますかね、見れるかな、これですね。これですね。これ皆さんの右側の方はなんか色の、右側の方の白い方が元々の姿なんですよ。はい、うん、そうなんですね。はい、でその上の方、まあ、はい、こっちは左かな。はい、の方はその皮をかぶってて、あ、はい、そういう色なんじゃなくて、そうそう、皮をかぶってるんですね。であれゲリオスの皮なんですよ。はー、捕食した、まあ、中だけ溶けちゃうんで、はい、外の皮をかぶって。でそれでいわゆるゲリオスの擬態というかな、はい、なんかこう、まあ、暗闇にも潜みやすいように、なるほど、はい、擬態をして、
で、なおかつあのトゲみたいなのもあるでしょ、はい、はい、あります、あの背中っていうんですか、まあ、ゲリオスで毒、はい、ね、持ってるでしょ、はい、それをこう、まあ、寝るすきやってこう寝るとき逆さまになるんですけど、うんうんうん、だからこう体の隙間がこうピューって落ちてくるんですよ、はい、あ、はいはい、毒が。でそれがこいつの体液とあの混ざって結晶化してああいうトゲトゲになるんですよ。はい、だ毒ボトボト落としてくるでしょ。そうですね、はい、うんうん、まあ、そういった感じでこういう、うん、あのまあ、形をしててるっていうモンスターですね。いや変わってますねこの子もね。すごいですね。じゃあネルスキルはそんな感じで、はい、もう一体行こうと思うんですけれども、はい、まあ、今回次は、うん、あっちの方ですね、あの地底洞窟じゃない火山、ね、地底火山ですかにも登場する、はい、これもね、はい、まあ、皆さん結構知ってると思うんですけれども、うん、ちょっとまた変わった性質を持つモンスターなので、うん、まずはムービーの方お願いします、はい、まあ、お願いするって自分で押すんですけどそうですね、それ助手ですか。そうですね、そうでした。さあということで、はい、これね、もう火山の方が、うん、まあ、活発化している状態ですね。そうですね、はい、また来てますね。そうですね、なんだなんだと、うん、あっちいなみたいな、ね、そうですね。おっといしょー、もうなんか、なんか恐ろしい。そうですね、おいしょー、はい、でこうやってね、こう、ね、そうですね、爆発しますね、はい、これがまたね、ああいうのでこう追い込んでいくんですよ、うん、ね、おっ、いかついですね。さあこうやって追い込んでいきますね、はいはい、獲物を追い詰めて こんな距離で、恐ろ、あ、お手手が惜しい、美味しいね、美味しいのか美味しくない、という感じでですね、はい、まあ、ブラキディオスですね、はい、これはモンサンターの、ね、トライ G で、そうですね、もう登場したメインモンスターでございましたけれども、ございます。まあ、こうやつはね、今見てもらえたら分かるように、うん、あの、なんですかね、この緑色の謎の液で爆発すると、はいはいはい、非常に特徴的なんですけれども、そうですね、これ結構皆さん、はい、なんだあれはと、はい、何なんでしょう、何なんでしょう、何なんですか、あの緑の物は。あれは粘菌、粘菌、特殊な粘菌っていうな、まあ、粘菌、はい、なんだろうな、あの粘菌払うとかそっちじゃないやつですね。そっちじゃないですね。あの戻ってくるかどうかわからないやつじゃなくて、説明難しいからね。そうですね、それはやめましょう。生態的じゃない、ね、あの粘着、ね、粘着の、うん、そうだね、キノコとかですよね、キノコとかああいうものと同じようなもんだと思ってもらっていいんだけど、はい、あの粘菌っていうものを体にこうすくわして、はい、で、ああやってまあ直接こう威嚇に使ったりな、はい、まあ、自分のテリトリーを示すためにああやって爆発させる、まあ、撒き散らしたりとか、あとまあ物を、結構火山に住む生物というか、まあ、はい、こう硬いモンスターが多かったりするんで、うん、まあ、そういったモンスターを捕食するためにああいう爆発をちょっと使って、あ、はい、食べたりとか捕食したりとかっていうようなモンスターですね。あの粘菌ってまあね、うん、手にあるんですけども、はいはい、まあ、すくってるってなんか言ってましたけど、うん、これはあそこに粘菌を飼ってる状態というか、もう共生生物みたいな、一緒に、そうですね、共生になります、ね、なるんですね、はい、で、じゃあどこが共生してるのかと、はい、まあ、粘菌にとっては何が都合がいいんだっていう話なんですけど、はいはい、基本的にはこう、まあ、地面とかにドーンってぶち込むと、はい、そこからこうだんだん赤くなっていって、うん、ボカーンって爆発しますよね、します、はい、しますよね。であれって何っていうのがそもそもあってですね、はい、でこいつはまあここに飼ってる間はいいんだけど、これでこう外気に触れた状態で衝撃を与えられると、はい、急激にこいつが成長していって、はい、成長してるんだ、子実体っていう、ちょっとね難しいかもしれないけど、子実体、まあ、いわゆるキノコのような状態、はい、キノコって知ってます、キノコは知ってます知ってますよね。であれが、はい、こう胞子をパンってばらまく瞬間があるんですよ、自分たちの子孫を増やすために、はいはい、ね、でそれがパンって爆発する時があってですね、はい、まあ、爆発するという言い方変かな、飛ばす、パンと、そう、胞子を飛ばす瞬間があるんですよ、はい、でこの粘菌っていうのはその胞子を飛ばす瞬間っていうのにああいう爆発するんですよ、ボカーンって、うん、で爆発することで胞子がそこら辺にばらまかれて、はいはい、でそれをブラキディオスが今度は踏んづけると、はい、それが今度は、粘菌化して、うん、ま、で、はい、どんどんこの体のここの手先と頭に集まっていくんですよ、はい、へー、
でブラキディオスのこの体液っていうのはそういう粘菌を活性化させる能力があるんで、こういう普段ベロベロするようなところとか、ね、こうちょっとこう何怒った時とかにバッと出るようなこういうとこに溜まりやすいんです、はいはい、あ、じゃあ相性がいいんですね。相性がいいんです。でそうやって粘菌は生息域を増やすし、はい、ブラキディオスはそれを利用してまあ捕食したり威嚇したりっていうのをしていると、ね、面白いですね、はい、なんか結構暴力的な、なんでしょうね、そうそうそう、攻撃的なモンスターなんですけど、うん、そういうところはね結構特殊なというか、そうそうそう、すごい ね、あの説明するためにんってなられる難しいですね、まあ、史実体とか言われるとね、はい、そう、史実体って今一でピンとこないですけど、はい、まあ、実際にあのこのねモンスターハンターの世界にだけ、ね、はい、年金って実際にね、いる、この世界にいる、世界にはいるものなんで、まあ、ちょっと興味があったらね、そうですね、後でそういったものをググってもらえれば、ググってもらえれば、はい、いいかしらという感じですね、面白いかなと思います、はい、はい、さあ、スタッフさん、お時間の方はもうちょっといけますかね、まだいけるかな、もうちょっと、じゃあ、はい、せっかくなんで、はい、あのゲーム上じゃあんまりこう表現してないネタをなんか他にもあれば、まだありますか、そうですね、せっかくなんで、じゃあブラキディオスの軽くいっちゃいましょうか、なんか妖怪の話でもしましょうか。ブラキディオス、はい、はい、まあ妖怪ってどういうもんなんだっていうことですね、うん、ちっちゃい時ですね、はい、ちっちゃい時で、ちっちゃい時っていうのは基本的にこんだけあの言うたらちっちゃいというか、こういう粘菌は飼ってない、飼ってないというか、あ、いないんですか、いないんです。でまだまだ甲殻も未発達で全然柔らかい状態からまず妖怪です。で、で親がこう、まあ、胞子をばらまいたりするでしょ、はい、うん、で一緒に基本的には幼い頃だけは、はい、いわゆる一緒に生活してるというか縄張り内で一緒に生活する。なるほど。たらその親がばらまいた胞子を、はい、子はどんどん受け取っていって、かわいい、なんかでちょっとずつちょっとずつ粘菌を救わせるようになってきて、で当然こう爆発もするんでしょ、はいはい、たらだんだん硬くなっていって、あ、皮膚も硬くなっていって、最終的にはああいうごつい、はいはい、どんどん立派になっていくんですね。だから結構ね、育つの苦労してるはずなんですよ、はい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 、だからそういう爆発とかも、もう身近でバンバンするんで、はい、意外とこうね、なんていうのかな、成長途中でやっぱ死んでしまったりとか、うんうんうん、まあ、じゃあたくましくなっていかないと生き残れないってことですね。そうなんですよ。でその中で生き残るんで、うんうん、えらい強いんですよ。強いですね、なるほどね、なるほどね、まあ、そもそもね、火山って過酷なね環境でいるわ、爆発はするわ、そうそうそう、へ、そうやってこうちょっとずつ親からもらった、うん、なるほど、年金でだんだん大きくなっていくといったモンスターになります、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあひとまず、はい、こちらのちょっと説明のね、うん、おしまいとさせていただきますか、はい、それでは、はい、ここからはモンスターハンター4に関する質問がたくさん届いてますので、いくつかご紹介していきたいと思います。はいはい、はい、今こちらツイッターの方とですね、あとこちらボックスも出てきました。さあたくさん入ってますが、どうしますか、どっちから行きますか、どっちから行きますか、何か結構ツイッターでもいろいろもらってるんで、はい、じゃあ1枚引いちゃってください。はい、届かなかったさあ、はい全く関係ないけどねこれいいですか、聞いても可愛、まあ、らしい質問なんですけど、はい、うん、はい、リオレイヤの卵について全然卵焼きにすると何人分の量になりますかっていう質問なんですけど、ね、それはね、みんなが多分気になってるとこだと思いますね、はい、みんな気になってますよね、気になるか、結構大きいですよね、両手いっぱい、こんな、ね、こんなんですよね、そうですか、そんなない、いや、あるある、 あ、 ありますよね、でダチョウの卵でだいたい何人前つったっけな、30ぐらい、え、30人前も取れるんですか、取れるっぽいよ、ってことはってことは、まあ、こんなですもんね、ぐらいなんで、まあまあ150とか150人とか、うん、それは5倍ぐらいいけるよね、まあいけますね、もう余裕でいけると思いますよ、ね、うまいかどうかあれだ、はい、別として、うん、まあ、大体150人分ぐらいの卵焼きが作れるんじゃないかということで、うん、ねえ、ね、いけます、いけます、150人ぐらい、まあ分ければ何人でもいける、確かにそうですね、一かけがね、それ言ったらね、何、1人前がどれくらいかっての分かんないですもんね、なんなら一人で食べたら、そうですね、一人で食べれますかね、すごい、そうですね、卵かけご飯にしたらどえらいことになってしまいますね、確かにね、そうですね、まあそんな感じで、はい、じゃあツイッターの他もなんか藤岡先生気になるのありますか、なんか聞いてみたいことある、これ可愛いですね、なんかこれ1個の目玉焼き作ろうと思ったら多分殴り村じゃないと作れないフライパンとかで、ね、フライパンがね、まず用意するの大変ですよね、あの大長老あたりがこう使
作ってくれたら一人で作れるんですかね。なんかね、3サイズめっちゃ効いてきようのですよ。え、なになに、どういうことですか。受付嬢とかね。あ あ, あ、そっちが気になるんですよ、キャラクターの方がね。ムッチムチですから。受付嬢はあるんだけど、かこや娘の3サイズがすごいなと思い。あ、かこや娘ですか。やっぱかこや娘も可愛いですからね。人気あるんですね。どれ行きましょうかね。どれ行きますか。いい、それとももう一個、もう一個ちょっと、ちゃいますか、うん、選んでもらっていい。小島さん、なんかある、うん、あ、大塚さんも質問してきてますね。大塚さん、本当だ。行きますか、その、はい、いや、大塚さん以外で行きましょう。大塚さん以外で。さあ、あ、これ質問、まあ、今、うん、先ほどご紹介があったんですけれども、やっぱり気になっている方がいるようで、はいはいはい、ネルシキュラがゴム質の皮をかぶっているのは何のためでしょうか。擬態、ね、ということで、擬態とか、はい、気づいている方もいるってことですね。まあ、うん、ね、まあ、ちょっとこう擬態とか、あと結果的には防御力も上がるので、あ、あの、まあ、その捕食しているものをそのままかぶるっていうのは生態的に合っているというか、うんうんうん、はい、多分だけど、はい、別のところに住んでるやつがいたら多分別のモンスター食ってるかもしれないんで、あ、なるほど、うん、もっと違う生態をしてるかもしれないよね。なるほど、はい、私すごいポケット飼ってましたけど、うん、皆さんはもう気づいてたんですね、皮かぶってるって。そうですね、そう、ポケット普通に何も考えずに飼ってましたけど。藤岡先生の3サイズは聞くと幻滅するからやめた方がいい。もう1回ぐらい選ぶ。みんな3サイズ大好きですね。もうそろそろお時間な感じで、残念ながら、お家も一緒です。お時間にしますか。そうですね、はい、いや楽しいですね。そうそう、でもね、まあまあこういう風な、ね、はい、感じで、うん、いろいろね、うん、モンスターって単純にただの、うん、な敵じゃなくてね、そうそう、そこに行く生き物として見ていただいたら、まあ、結構いろいろ設定とか、はい、まあ、ね、生態っていうのはこだわって作ってたりもするんで、うんうん、ね、そういう風な興味持っていただければと、そうですね、思いますね、はい、